ッチをやっていきましょう。さあ、トリックボックスに入ったら本番になっちゃいますよ。大丈夫？ OK？ 今のうちに試し投げしといてね。 OK、 じゃあ準備ができたら入ってください。それでは行きましょう。スピナーズカップロングスリーパーボン決勝ラウンド、キープ、ヨウ、ソウ。さあ、お互いマーキュリー同士の戦いになりました。ここで準決勝ですかね。はい、はい、準決勝ですよ。かなり安定してますね。そうですね、さすがに1回戦を勝ち上がってきただけあります。おっと、ちょっとずつコモン君のマーキュリーが傾いてきたようです。それに対してキャッチ、おっとキャッチできるか、キャッチできるか、まさか大君、まさかこれはまさかの展開だ。おっと、さあこれは大変なことになってきました。ロングスリーパーもですね、やはり記録を狙いに行くと、そうですね、難しいところがあるみたいですね。それではステージに向かって右側、大輝くんのタイムを見てみましょう。大輝くんは、はい、はい、こちら記録なしということになりました。こちらは、最後のキャッチがですね、できていなかったというところですね。はい、そして左側、トモキくんのタイムは29秒42ということになりました。ということで、立ち回り、トモキくんが決勝へ進出、おめでとうございます。ステージの裏でお待ちください。はい、大輝くんもね、まだ3位決定戦があるから頑張ってほしいと思います。さあ、続いてトウヤくん、そしてカズキくん、ステージへカモン。さあ、トウヤくんがやる気満々、イエーイという声を出しました。さあ、どこまで記録は伸びるんでしょうか。準備ができたらトリックボックスでお願いします。 OK、 さあ、前、オッケー。それでは行きましょう。スピナーズカップロングスリーパーボン決勝ラウンド、準決勝2組目、キープ、ヨウ、ソウ。さあ、またもやマーキュリー同士の対決だ。さあ、もうね、ステージ上にいるとね、ここまでマーキュリーの回転音、キキーンという回転音が聞こえてきます。さあ、それほど強いロングスリーパーを2人は出している。果たして30秒、そして1分の方は近づくことができるんでしょうか。さあ、向かって左側、トウヤくんがなかなかいい感じですね。カズキくんがちょっと傾いてきましたね。さあ、自分でキャッチのタイミングを見極めるのが大事。さあ、キャッチはお互い成功したようです。記録は一体どうなったんでしょうか。さあ、それでは記録を見てみましょう。向かって左側、トウヤくんのタイムはこちら、30秒57。そしてカズキくんのタイムはこちら、29秒12ということで、つまりトウヤくんが決勝へ進出、おめでとうございます。さあ、それでは一旦ステージの裏へお待ちください。カズキくんはですね、3位決定戦がこの後ありますので、トウヤくん決勝戦頑張ってね。さあ、それでは3位決定戦を行いたいと思います。大輝くん、ステージへカモン。